プロ野球、ソフトバンクは6日、宮崎と筑後で行われる周期キャンプの参加メンバーを発表しました。投手陣が集まる宮崎には岩井俊介投手、津森勇希投手、大津亮介投手ら9人、野手陣が集まる筑後には柳町選手、笹川義康選手ら8人、計17人の参加メンバーが発表されています。今年の日本シリーズで連勝スタートを切るも、 d n a に4連敗を喫して日本一を逃したソフトバンク杉山和樹投手大関智久投手長谷川伊転投手など一軍で活躍したメンバーも参加となり日本一奪還のリベンジのためキャンプで練習に臨みますソフトバンク秋季キャンプ2024参加選手一覧追加宮崎投手9名岩井俊輔前田純、木村光7日より合流 つもりゆうき大津良介、小型修と杉山和樹、大関智久、長谷川伊天、9日より合流、畜後、野手八名海野隆史、河瀬公、野村勇、正木智也、柳町達る、笹川義康、小型陸、河村優と9日より合流、